2004年頃、棚橋、中村と共に新闘魂三銃士と呼ばれた柴田勝頼。新闘魂三銃士と勘太が言われてたのわけなんですけど、嫌でしたね純粋にその時は嫌でしたね。3人がね、あの3人ともなんで俺がこいつらとって思ってたはずですよ。同じにする、はい。でも今ね思うとなんか良かったのかなって思います。お組織の時にね3人で並んで写真撮って、なぜかそこに3人が揃うっていうのがやっぱりなんか意味があったのかなとも思いましたし、そこで揃ってるっていうことはなんか何かをこうやらなきゃいけないなとも思いましたし。